今回は台湾でダム建設の父と称される八田余一氏への反応です。八田氏は東京帝国大学工学部土木科を卒業後、台湾に渡り台湾総督府内務局土木課に技手として働き始めます。当初は各都市の上下水道の整備を担当していたのですが、その後発電・灌漑事業の部門へ異動となり、水利工事の担当へ。桃園台・灌漑用の水路網や烏山頭ダムを含む吉見南洋など難しい水利工事を成功させることで、日本統治時代の台湾に大きく貢献しました。1942年、五島列島付近で米海軍の潜水艦に撃沈され殉職されています。享年56。烏山頭ダムには八田氏の銅像があるのですが、これは地域住民によってダムが完成した翌年、つまり存命中に作られたもの。蒋介石時代に日本統治時代の建物等が破壊された際も、市の銅像は地元の有志によって守り隠されたそうです。現在でも烏山頭ダムでは八田氏の命日である5月8日に慰霊祭が行われています。今も中学校の歴史教科書で市の業績が詳しく紹介されるなど、台湾の方々に愛され続けている八田氏。彼の生涯を描いたドキュメンタリーには多くのコメントが寄せられていました。